その時の私ことを今でも覚えてるんですが、私は皆さん方と同じようなこの携帯のウェブでですね、3時11分に連絡が来て、それを見たのは3時15、15分過ぎだったんですね。それパッと見て、え、これは戦争始まる。もう一瞬、もうこの辺が本当背筋が寒くなったのを覚えてます。尖閣の漁船の小説も考えてみたら、まあ、仙石さんって悪い官房長官が刑事訴訟法で適正に検察が判断したって嘘ついたわけですよね。検察官が日中関係に配慮して政治的に捕まえた船長をね、交流日の前に釈放するなんてことは 100% なんだ。国民の方々も分かってらっしゃる。そういうことの責任は全部下の者に押し付けておいて、下の者には自分たちが決めたことも教えない。そういうことにも私は国民の皆さん方、これはいかんな、ちょっとうっかり政権交代になっちゃった、結構そういうことを言ってくださる方多いですよ最近。なんて人は、その人だって自民党言えてないんだから。でも正直に最近話してください。やっぱりこれじゃいけない。外交はやはり今外交の延長線上にも体制がある、国民がいる。そして外交はですね、変わっちゃいけないですよ政権交代で。コロ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 